こんにちは高野雲です、えー、今回はコメント返しをどんどんしていこうと思います、えー、ビド・エヴァンスおすすめアルバムリバーサイド4部作の次に聞くのは何でしょうみたいなタイトルの動画をアップしたことがあるんですけれどもそれに田村正久さんから、えー、コメントをいただいておりますいつも素晴らしい解説で勉強になります私はエディ・ゴメスが加入してからのエヴァンスは力強くスピード感が増してあまり好きにはなれません 私のお気に入りは比較的人気のないモニカ・ゼッタランド入りのアルバムです。だからといってモニカの歌やチャック・イスラエルが良いとは言いません。<laughs> チャック・イスラエルのベースが、チャック・イスルのベースの音が良いのですわ。それにエヴァンスがかなり好調な出来だと思うのですが、ワーナーの頃のゴメスのベースの音なんか聞けたものではないですね。しかし、このアルバムは人気ないですよね。 まあ確かにあんまりビル・エヴァンスのおすすめアルバムには上がらないけれども私もこれ好きですよていうかねモニカ・ゼッタランドって書かれてますけど。 本当はなんて読むんですよモニカセッテルランドっていうあの表記のものもあるし、モニカゼターランドっていう表記のものもあるし、あるいはモニカゼッタルランドなな。なんて読むんですかだからもうモニカモニカっちゃってますけどもね。モニカとやってる時のエヴァンスって結構華やかでくつろいでていいですよね。あの、モニカがリーダーのアルバムでもね、あの、サンタが街にやってくるとかミ、ビデオベース、トゥルルトゥなんて、なんかご機嫌に花歌歌っちゃったりとかもしててね。<laughs> 割と好きなんですけども。えーあのー、やっぱり はね、田村さんのおっしゃる通りで、実は私は、っていうか、私もチャック・イスラエル、ベースの音色がいいんですわと思いますよ、ムーン・ビームスとかね、ハウマイ・ハート・シングズだったっけかな、あの同じ日にどこに載って分散収録されている、この2枚のチャック・イスラエルのベースの音はすごく好きですし、あとは、あれが好きなんですね、ビル・エバンスからちょっと離れちゃいますけど、エリック・ドルフィーと、あのイン・ヨーロッパのライブで、 フルートとチャック・イスラエルのベースのデュオとかの演奏がね、すごくしっとりした濡れた音色でセクシーですよ、ね。音色自体がすごいチャック・イスラエルは私、セクシーなベースだと思っております。だから、もっともだと思います。おっしゃる通りだと思います。チャック・イスラエル、ベースの音色が良いんですわ。本当ベースの音色だけで聞かせてしまいますもんね。全くもってその通りだと思いますよ。で、次がですね、 セロニアスモンク、最初はこの1曲を聴けという動画についたコメントです。えー、こちらはですね、桜井さんからですね、本当ですね、私も全くその通りだと思います。このアルバムは素晴らしいですよね。この動画、私、アップしたのが、だいぶ前なので、多分バグズグルーヴを紹介した動画だと思うんですけれども、だとしたら、本当、バグズグルーヴはとっても素晴らしいアルバムだと思います。桜、えー、井さん、どうも書き込みありがとうございます。 あと先日アップした「If I should lose you」の動画にもコメントがついてますね。えー、田村正久さんからです。ありがとうございます。クモさんのもぶれおすすめに全く同感です。でもクモさんならロイ・ヘインズのアウト・オブ・ジ・アフターヌーンでのローランド・カークが吹く「If I should lose」で来るかと思ったのですが、この頃のカークっていいですよね。まあそうなんですよ。あのアウト・オブ・ジ・アフターヌーンもね、実は訴状に載せていたんですけれども、そういえば最近、 フライ・ミート・ザ・ムーンでこのアルバム紹介しちゃっているので、まあ、できるだけ幅を持たせたいなと思ったので、ちょっと抜いてしまいましたです。でも、アウト・オブ・ザ・アフターヌーンの科学の演奏もとっても素晴らしいと思ってますよ。ということで、田村さん、どうもありがとうございます。それと、えー、ヤスさんからのあれです、ね、書き込みでございます、コメントなんですけど、先日私がマイルス空白の5年間、 がなかなか見る気起きないよなんでかっていうと「てんてんてん」みたいな動画をアップしたんですねそしたら <laughs>、えー、田村さんからのコメントを。 あとは、アイプチットさんからコメント、あと、ヤスさんからもコメントいただいてるんですけど、じゃあ、まず、ヤスさんからですね、そんな凄惨な映画じゃないんで安心して見てください。凄惨な映画、もうゴキブリの住処とかね、あのうんこするとき、女の人の手を皿代わりにしてうんこしたとか、そういうような話をして、それがね、映画に描かれてたら嫌だな、みたいな話したんですね、そしたらそんな内容じゃないですよ、みたいなね。あと、田村さんからの書き込み、またまたマイルスネタ、ありがとうございます。 ハイベンシーンはありませんが、マイルスファンは消化不良でした。でも、1959年のバードランドでの景観に殴打ーーされたシーンがあるのですが、あそうなんだ。その際のバードランドに出演していたマイルスバンドのピアニストがメガネをかけた白人でした。何かしら嬉しかったです。ところで この映画とエヴァンスのドキュメンタリー映画を家で見ていたのですがそれを少し見ただけの嫁がジャズミュージシャンって女,の人女から見たら人間のクズでろく,で,ろくでなしやなですってそんな音楽をこよなく愛する私もクズでろくでなしなんでしょうか。 もう6で,で,でなしじゃないですけど、私からしてみればかっこいい言葉だと思うんですけどね。まず1959年のバードランド、これは有名な話ですよね。あのマイルスのね。裏口で からね、バードランドか,のかジ,ャジャズクラブから出てきて裏口から出た時にマイルスが確か車に乗ろうとした時警官とちょっとひともんゃくあったんですよねそれでマイルス言うこと聞かないから警棒で殴られたんですよねでその時のの時写真とかも輸入版の あ輸入版っていうかね、現象のマイルス自助伝には写真が載ってるんですけれども、もう血まみれにスーツを着て血まみれになったマイルスの写真とかも載ってますけれどもね、うわどんだけ殴られたんじゃいみたいな感じなんですけれどもね、押、まあ、し問答があって、まあ、次の日出所できたみたいなんですけれどもね、でもまあ、ね、すごく白人警官と黒人の小競り合いっていうのは、もう今も昔もずっともう。 あったんですよねその被害者でもなっちゃったわけですよねマイルス。で1959年といえば「カインドブ・ブルー」が録音された年でもあり「それでカインドブ・ブルー」が録音された年はもうすでに。 ピアニストはウィントン・ケリーになっていたんですけれども、でもその前のね直前のピアニストはビド・エヴァンスで、ビド・エヴァンスが、こう、カインド・オブ・ブルーのレコーディング、呼び戻されたという形になってるんですけど、1959年ね、その時のピアニスト、ケリーだったのかな、エヴァンスだったのかな、でもこの映画だと、眼鏡をかけた白人ってことはエヴァンスなんですよね、この映画の世界の中ではね。エヴァンスと のね、ドキュメンタリーは、まあ、エヴァンスもなかなか、ね、一筋縄ではいかない生涯を送ってますから、ね、結構悲惨といえば悲惨かもしれないですね、旗雨から見るとね、あのお兄さんも自殺しちゃったりとかね、もう同じタイミングぐらいに、ね、恋人も死んじゃったりとかもしてますのでね、なかなかちょっと悲しい人生だったとは思うんですけどですね、最後もね。 医者のドクターストップを振り切ってライブしてで寿命を縮めてしまったとかねまあ生き様としては一般的な常識人からしてみれば何やってんのこの人はみたいなところは確かにありますけれどもね。で,まあろくでなしって で私はねそれに対してどう返,返信したのかというとですね「ろくでなし」は褒め言葉ですよ片岡義夫の短編からすると笑い「ろくでなしピアニストの〇〇さん」「名前忘れた」と女性に言い寄られるシーンがありますで続けてコメントを私数十分後に書きましたあ思い出しました確か「ろくでなし」の殺王さんだったような肝心な短編のタイトルは思い出せないままですが点点これはですね私ね 昔、角川文庫から背拍子が赤の片岡義雄の文庫作品がものすごい量、本当に100冊超えるんじゃないかっていうぐらいですね出ていたんですね。で、本屋さんでも角川文庫のコーナーに行くと、赤い背拍子がずらずらずらって並んでたんですよね。そうすると、なんかあの男の制服欲が刺激されるんですね。よくわかりませんけれども。だから私は、まあ、ちょうどその頃映画メインテーマが、 結構、角川映画で売り出し中だったんですけれども、そのメインテーマはね、薬師丸ひろ子と野村啓信の,その片岡,原作あ片岡芳雄原作の映画化がかなりヒットしたというか、かなり売り出し中だったので、結構ね、角川文庫もそのメインテーマの原作本ということで売り出しにかかっていたりとかね、その後彼のオートバイ、彼女の島だったりとか、ボギーにくびったけとか。 立て続けに片岡義雄作品が映画化されてるわけですよ。そうするとまあその時はねよく「よくあの k a 商法」って言われてたんですけれどもね要は映画を作ってそれで文庫も売るみたいなね。 原作の文庫も同時に売るっていうね。それで、それがうまくいっていた時代なんですけれども、まあ、んまと私はそれに載せられてですね、片岡義夫作品を読み始めたんですよ。それで、あまりにも多いんで、もう最初の作品からずっと読むたびには買い、読むたびには買いってことで、全冊制覇したんですね。だから、もう、 あの印象的な作品はどの文庫にどの作品に入っているのかどのタイトルの文庫に入っているのかは覚えているんですけど、まあ、例えば「味噌汁は朝のブルース」とかねあと「ドライマティーニが口を聞く」とか、まあ、そういう短編はすごい好きだったなあと「人生は野菜スープ」とかねあの辺はじんわり心温まる都会の男女の話なんですけれども。 あの、ね「ろくでなし」の佐藤さんは実はあんまりストーリー自体は印象に残ってないのでっていうか片岡義雄の短編ってあんまりストーリーないんですけどねまあ雰囲気みたいなのを味わうような環境小説っていうのかな環境音楽みたいな感じの環境テキストみたいな感じだったりもするんですよ実はおしゃれな雰囲気とか大人な男女みたいなねそういう雰囲気をなんか活字で味わうような作品が多かったのであんまり覚えてないんですけどただバーで。 かっこいいピアノを弾くピアノ弾きがいて確か佐藤さんって名前なんですけど佐藤さんほら片岡義雄ってセリフが短いんですよねだいいあの一セリ10文字から20文字ぐらいででどんどん行を変えて「そう」とか「風を探しにうん」「はい」「そう」「そう」とかそういう感じでどん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 会業がどん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 リズミカルに進んでいくのでもうページの役結構多いページもあったりもするんですけれどもその中で 佐藤ですとか言ってピ,ピアニストの佐藤さんねとかおろくでなしろくでなしの佐藤さんねみたいなねなんかそういうなんか会話の。 あの短編小説があって、それで、あ、ろくでなしってなんかかっこいいななんて思ったりもしてますけどね。だから私にとっての、これ、ろくでなしイコール、ピアニストイコール、なんかおしゃれっぽい小説の主人公みたいな、なんかそんなイメージだったので、だから決してね、ろくでなしって言われると、まあ、よくろくでなしって言われてる人とかいると、あ、なんかかっこよくていいななんて思っちゃうのが私の価値観だったりしますね。すいません。なんかなかと。で、えー、次のコメントに行きますと、 えー、ブリリアントコーナーズが大好きな人たちっていうタイトルの動画も先日アップしたんですけれども、えー、それにもコメントをいただいております、えー。こちらも桜井さんですね。ありがとうございます。このアルバムは文句を聞き慣れてからじゃないとちょっとしんどいかもですね。聞き慣れてから聞くと実に味わい深いものがありますよね。いやー、毎回楽しいですね。ありがとうございますで。私はこう返信しました。聞き慣れてからというのはまさにその通りですね。 私もいろいろ聞いて、やっと染みてきた感じでした。そうなんですよ。私の場合は、ブリリアントコーナー最初全然わかんなかったんですよ。であれば、モンクスミュージックだったりとか、あのー、ソロモンクみたいなね、ピアノソロの作品とか、あとセロニアスモンクトリオみたいな、そういう作品は、どちらかというとスッと染み込んできたんですけれども、どうもあのブー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 ,ブーっていうあのメロディーが、 なかなか馴染めなくてどこが最高傑作なんだろうっていう悶々とした字が結構長かったですねだから一通りある程度文句を聞いてそれで文句のそういう作風というかね個性みたいなのを把握した上で改めて聞き直すとああなんかすごくユニークだなって思う 以上な順番を辿っているんですよねで極めつけはやっぱり大西純子のおかげっていうのもあるかもしれませんね。あのデビュー作で「WOW!」で「あのブリリアント・コーナーズ」ピアノトリオで演奏してるんですよ。それを聞いてあ なこういうことだったよねってちょっと気づきがありましたね。この曲の輪郭みたいなものがものすごくバシッとほらピアノなのでねすごく構造が明確にこうパーってあの視界開けるように見えたんですよだから大西純子の,そのピアノのおかげっていうのはすごくあってですねなんかあ すごいねってほら大西純子ってすごいあのピアノももちろん剛腕で上手いんですけどガンガンあって迫力あるんですけど一曲一曲に対してのアプローチ見通しみたいなものもものすごく明確に分からせてくれるタイプのピアニストじゃないですかだからこの曲はこうアプローチ私はこう行くわっていうかね私はこう弾くってもちろん言葉には出してませんけど音で私は今回はこれみたいな私は今回こ,この。 アプローチいいくっていうのををすすすすごくくくかりやすくででねねね示してくれるんです、ね、音を、ね、アプローチの方向性みたいなもの、意思みたいなものなんでしょうかね。で、このブリリアントコーナーズのワウの演奏を聞いたときに、まあ、とにかく文句の曲をかっこよくですね、構造を明快に弾いていこうみたいな、そういう意思を感じられたんですね。だからすごく輪郭がピターっとあの浜私の今までちょっとぼんやりしていた文句の ブリリアントコーナーズの音像がすごくピントの焦点があった瞬間だったんですよだからこれ聞いたおかげでより一層ですねそれで改めてブリリアントコーナーズリバーサイドのね原曲の方原盤の演奏にあたってみたらもうすごくああそういうことねってなんかものすごく腑に落ちた記憶があるんですよだから ちょっと回り道してます。直感的に理解できたわけでは全然ありません。私の場合は、ブリリアントコーナーズ。何度も何度も聴いて、で、まあ、他の人のね、マオニシの演奏を聴いて、で、ようやく分かってきたっていう感じの流れをたどっていますので、でまさにですね、この桜井さんの書き込み見て、あ、そういえば本当その通りだな、本当にいや、聞き慣れてからじゃないとちょっとしんどいかもですね、ってねでで。で、聞き慣れてから聞くと、実に味わい深い。 っていううのもすごくわかるような気がしますまさにそういう流れをたどって私の場合は好きになっていったのでねだからこの書き込み読んで懐かしい気分になりましたねあそういえば俺だって最初から分かってたわけじゃないよなというね過去を思い出すきっかけとなりましたということで桜井さんコメントありがとうございましたということでまだまだコメントいただいているんですがまた時間のある時にコメント返しをどんどんしていきたいと思いますまた別な動画でお会いいたしましょうさよならバイバイよ